よろぶん、あにはせよ、メッチマンです。このチャンネルは8月17日にカムバックするラブリューションとトリプル S にその日何が起きたかということをおさらいする動画コンテンツとなっております。また各種進行中のイベント情報もお知らせいたします。本日は8月7日から8月13日までの1週間を見ていきましょう。それではレッツゴー。本日はこのようなグループ分けで見ていきたいと思います。まずはラブリューション関係からの話題からです。8月7日、8番目のトラックタイトルが公開されました。曲名はナンバー8で、しんいちゃんのソロカットが一緒に公開されました。8月8日、ガールズキャピタリズム、クールバージョンのティーザーが公開されました。翌日8月9日は、マッドマニークラブのメンバープロフィールが公開されました。8月10日、ムハンのイメージショットが公開されました。8月11日にはトラックリストが公開され、すべての楽曲の作詞作曲などが公開されました。8月12日、ガールズキャピタリズムのディバインバージョンのティーザーが公開されました。次に、クイーンダムパズルのお話です。8月8日はクイーンダムパズルの放送日でした。この日は、ジュウちゃんが I Do のパフォーマンスをしました。翌日の8月9日には I Do のフルカムとジュウちゃんのチッキムが公開されています。動画のリンクは概要欄に貼っておきます。8月7日から8月13日まで平日は毎日シグナルが公開されています。週末はシグナルウィークリー、シークレットベース、サンデーセルフィーシグナルが公開されています。また本日のシークレットベースはラブリューションの8人分のメンバーのシークレットベースが公開されました。その他 S の情報ですけれども、8月7日から8月10日まで S14 から S16 までのサードエディションのファーストクラスオブジェクトとグリッドがリリースされました。8月9日、シグナルライブが行われまして、S9 のカエデちゃんと S13 のニエンちゃんが出演しました。翌日8月10日は、ウェイボでシグナルライブが行われ、S9 カエデちゃんと S14 ソヒョンちゃん、S15 シンイちゃんの3人が出演しました。8月11日、スミンちゃんが入居から1周年が経ちました。記念のダブルクラスオブジェクトがリリースされました。YouTube のショーツが2本更新されています。YouTube の公式アカウントから確認してみてください。進行中のイベントですけれども、8月25日開催、ラブリューションムハン、マイミュージックテストでオフラインのファンサインイベントとビデオコールの応募が始まっています。こちらの応募締め切りは8月14日までとなっています。また先週お伝えした通り、各種事前予約が始まっています。こちらの応募締め切りは8月16日までとなっています。詳しくは先週のビデオを見てください。アップカミングですけれども、ついに8月17日にラブリューションのショーケースが行われます。これで本日の速報です以上になります。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョン。 Thank you.